あ、四つです。大原です。だけども、最初に言っておきます。今回は完全な作業会でございます。前回この市役所を建てた時に、多分終わりぐらいの時に、まあ来週というか、まあ次回は、この見晴らし台のところに何かを作ろうみたいなお話をしたんですけども、その見晴らし台にですね、僕が大好きだったファイナルファンタジークリスタルクロニクに登場した広場にあるクリスタルを作りたいと。来年の1月にクリスタルクロニクがリメイクされるということなので、いやまあそれだったらもう久しぶりにこのマインクラフトの世界にもクリスタルクロニクルの要素を入れようじゃないかと。いやー今から楽しみでしょうがないです。そのクリスタルクロニクルの中でね、定期的にクリスタルの前でお祭りをやるってシーンがあるんですよ。それが大好きだった。それがエモいと。というわけで今回やることなんですけど、ちょっと青めの、なんていうか、クリスタル感を出したいので、ちょっといろんなところに行ってそういう素材を集める会にしたいと思います。というわけで、早速、まあいろいろやった裏作業がありますので、そちらの方をご紹介してから、冒険の方に行きましょう。ああ、もう早速この市役所の方なんですけど、前回この一番下の屋根の部分を石レンガにしてたんですけど、いやーせっかくだったらダークオークが使いたいなーという病気が発症しまして、全部差し替えました。まあこんな感じでね、ダークオークとこの石レンガが入り混じった感じで、まあそんなに悪くないかなって気がしてます。大原村の地下の方にはこんな感じでカボチャを勝手に収穫しては勝手にチェストの中に入れてくれるってやつがあるんですけど、で、この大量のカボチャの使い道なんですが、農民との取引でこう、カボチャを渡せばエメラルドが没収できると。いやー、まあ、交換できる数に限りがあるんですけども、エメラルドをちょこちょこ交換しつつ、この溜まったエメラルドを後でこの石膏と交換して、レンガに変換すると。まあ、こんな感じで自動的に集まったカボチャを、まあ、手動ではありますが、こう、石膏と交換することでレンガに変換できると。つまりこれは実質レンガ自動回収機と言っても過言ではないと。いやー素晴らしい。まあこんな感じでちょこちょこですがレンガを貯めておりますので、まあそうだな、なんかチェストの半分ぐらい埋まったらなんかレンガの建築やってもいいのかなって気がしてます。まあこのレンガは道に使うか建物に使うか花壇に使うかと、まあ何に使うかはまあ何も考えてないんですが、まあいずれ使うのでお楽しみにということで、前回市役所を作った時に、その村の地図をあちらに移動するということを言ったので、一応今回やるんですけど、いやー、この地図の更新も結構サボってたので、今やったら割と変わるんじゃないかな。あんまり見ないように、はい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 、よし。よし。今ので一応地図を見ることなく一応全て開始できたということなので、あちらの方に貼りに行きましょうか。まあ、さっきの場所でいう右下にあった地図を真ん中にすればいいか。これは、あれか。畑の左側だな。さっきの左上にあった部分。まあ、この部分は特にいじってないから、何も変わりはないかな。はい。おっと。これはあれだ。見晴らしだよ。ここだ。今んとこ何も変化ないですね。はい。これが、畑の上か。よいしょ。でもそう、右下がその若干水路掘ってる途中っていうので、まあ、削れてるぐらいであんま変化はないな。はい、ラスト。これが一番変わったはず。よいしょ。変わってる変わってる変わってる。いいね。こう、今緑色の粒がある場所に自分がいて、家が2軒建ってるのと、水路ができてる。こう見るとやっぱ水路ちょっとでけえな。全然川より太いわ。いやー、まあ、ぼちぼちですが、大原村も大きくなってきましたね。最大サイズの地図にした時に若干映るんですよね、この大原村が。いやー、大きくしてよかった。まあ、こんな感じででかめの地図ができたんですけど、こう右側とかこの下の部分。ここはまあ開発が進んでから貼るでいいかな。まだこの段階で貼っても自然の地形になっちゃうので。まあ今後のお楽しみということで撮っておきましょう。まあ、多分このぐらいかな。これが裏作業中にやったことは。まあというわけで、ね、早速青い素材を取りに行きましょう。
昔製氷ボートを作った時にやってきた、あの、氷海じゃねえや、氷山バイオームにやってまいりましたと。いやー、懐かしい。ここもね、よいしょ。まだ全然取り切ってないのが多いので、そう、地図持ってくればよかったかな。というわけで、このシルクタッチ付きのツルハシを持ってまいりましたので、まあ、この辺を解体しつつ、まあ、ただそんなに数がいるもんじゃないんですよね。どうなんでしょう、大きさにもよるのか。まあ、これを製氷にするかどうかは特に考えてないんですけど、個人的になんか青いガラスとかも使っても綺麗なのかなって気はしてますので、まあその辺のなんかいろいろ実験やりながら、まあ、ちょうどいい色っていうのを見つけていきましょう。まずはこんな感じで全部掘っていきます。いやー、作業開始からだ、まあ大体5分も経ってないんですけど、まあ多分クリスタルを作るのに十分な量集まったんですよね。まあこれで帰るかって言われたらそうじゃなくて、まあせっかくだったらこうなんか多めに持って帰ってシステムに組み込むとか、まあ製氷で試すとかもやりたいので、まあこの辺一体全部解体しましょう。うわーい。びっくりした。あー、そっか、前掘った時の穴あれか。あー、びっくりした。あ、やべえ耐久度見てなかった、やべ。ああ、普通にぶっ壊れた。ああ、ああ真面目に見とけよかった。皆さんもくれぐれも作業するときはながら見でやらないことをお勧めいたしますと。ああまあ別にダイヤのつるはしだからいいけどね。いやあいやー、ちょっとこれは気抜けてたな、反省ということで。まあ、残念ながらちょっと、氷塊を回収できるアイテムがもうなくなってしまったので、帰ります。まあまあまあ、製氷が2つと、まあ氷塊が、まあこれだけあればね、そんなに大きいものではないので、クリスタルも。なんだったらワンサッカーでも十分ぐらいまでありますので。いやー、油断してた。かぁ。まあ、運がいいことにね、うちの村にはシルクたちを交換してくれる人がいますので、まあ、幸いなんとかなるっちゃなるんですけど、いやー、もったいないことしたな。そう、使い捨てにする気はなかったんだけど。まあいいや。帰りましょう。あーす。そういえばこれ紹介し忘れだな。このスイートビリー、こんな感じで家のそばに植えてあげると結構可愛いんですけど、厄介な性質が一つありまして、近づくとこんな感じで思いっきりダメージ食らうんですよね。のでね、ちょっとこれどうやって使おうかなっていうのまだ考え中なんですけど、なんかこう安全地点で絶対にダメージ食らわない場所みたいな思いついたら、ちょっとこれは取り入れていきたいなと思っております。まあ、それまでは、ね、こんな感じで適当にちょっと植えさせてもらって増やしていきましょう。あとちなみにこのスイートビリー食べれますんでね。まあそんなに回復は高くないですけど、まあ序盤のうちだったらこう近くにあったらこれでしのぐっていうのも全然ありだと思います。まあ、本日の最後になってしまうんですけども、こうちょっと他の青いブロックを用意したくて、よいしょ、このラピスラズリで青色の専用を作ってあげて、この青色の専用を真ん中に置いて、これをガラスで囲んであげるとですね、まあ、こんな感じで色付きのガラスっていうのが作れるようになりまして、まあ、この色付きのガラスはこの青色だけじゃなく赤黄色とか、まあ、この専用の数だけガラスがあると、まあ、この青色のガラスはこんな感じで
普通のガラスブロックに色がついてるって感じなので、まあなんかステンドグラスとかに使えばいいんじゃないかなというまあなんかこう好みの色があったら使ってみるのもオツなんじゃないでしょうかなんか鎮座増し増してんな。あの辺も湧き潰ししてないからね、しなきゃダメだね。まあ、こちらのあの花壇の方なんですけど、先日ガーデニングの方を買いまして、現在お勉強中でありますのでしばらくお待ちください。まあちゃんとね、お勉強してからこの花壇やりましょう。いやー、まあこっから街の発展を見渡せるっていうのがメインでしたけども、こう見るとあれなんですよね、なんかこう、ちょっと過密に作っちゃったなーっていう反省が。もうちょいゆとりがあるスペースを作ってもよかったのかなっていう。なんかこう下のところに広場とか作ってもいいかもしれないですね。はい、というわけで今回はまあ作業会でしたね200% の作業会でした。まあ、次回の動画ではこう道の整備をしつつ、今回取ってきた素材を使ってクリスタルを建てようと思います。まあこうなんですかね、こう見晴らし台もちょっと整備すればまた街の一部となってくれるのかなって気が若干しております。まだねこう何もないからあんまり街と馴染んでない感があってちょっと気になってたんですよね。まあこう一つの街になるように、まあ、村から街に発展させるべくどんどん発展させていきましょう。というわけで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。